はい、山本千穂でございます。こんにちは。皆さん、チャンネル登録とコメントをよろしくお願いします。ということでね、19日の、まあ、午後ですかね、三浦瑠麗さんのご主人の三浦清さんの会社ですね、トライベイキャピタルですか。まあ、そこにこう、ガサリが入ったっていう話でございますね。いやー、大変なことになってしまいましたね。ちょっと私もね、話の重みを聞くにつけ、本当に神妙な面持ちにならざるを得ないんですけどね、まあ、このあたりのところも、ぜひお話をしていきたいなと思ってるんですけども、前半は何の話なのかっていうことで、で、後半は三浦瑠麗さんどうやねんっていう話で、まあ、二つでね、こう、話をしていきたいなと思ってるんですけど、まず今回の事件何やねんっていうところですね。で、直接の話はですね、まあ、最初さんっていうね、神戸でいろいろソーラーパネルとかやってる、そのある程度こう、お金を持ってる方がですね、まあ、三浦さんと一緒になってね、まあ、一緒にこう、ビジネスやろうよって言って、まあ、太陽光パネルのね、開発をやるということでですね、まあ、いわゆるメガソーラー開発っていうのも結構いろんなプロジェクトがあるので、まあ、皆さんよくご存知かと思いますけども、まあ、結構その、いいものもあれば、なかなか難しいものもありますと。で、これは本当に立地の問題であったりとか、土地の造成であったりとか、あと最終的なね、FIT、電力の卸売価格ですね。これに、その、どのぐらいフィットできるような住民計画で収まるかみたいな、結構それなりにこう、頑張って作んないといけないものがまずあって、で、そういう際にその、住民説明みたいなのもあって、要はその、三方よしで話が進まないとですね、まあ、なかなかうまくいかないし、収益事業としてもなかなか厳しいよねっていうのが、すごく最近のその、太陽光ソーラーパネルプロジェクト関連の問題だと。で、それこそ山梨だとか、静岡だとか、あとその、先の三重とかもそうですかね、あと長野とかもそうですかね、ソーラーパネルにおいたその住民がですね、反対をして、そのプロジェクト自体が頓挫しちゃうみたいなことも最近は増えてきていますし、で、あと最近さらにもっと問題としてはですね、豪雨が起きるわけですよ。ザーッと雨降るわけですね。で、そうすると、その、まあ、この前の熱海の件もそうだったんですけども、その、平らなところを造成して、ソーラーパネルを置きたいわけなんで、その、盛り土を置くわけですよね。で、盛り土を、置いて、擁壁を置いて、で、水をその流し出す配管をつけて、で、その上を平らにして、その、ソラコパネルをやるみたいな、そういうような形なの、アプローチが非常に増えたと。で、いわゆるこの盛り土問題と結構直接に関わり合いがあるので、そのソーラーパネル事業は結構お金がかかるようになったんですよね。で、そうなってくると、その今契約しているその電力卸の価格が何年間でペイするのかっていうことを結構厳密に試算しないと、ソーラープロジェクトっていうのは、やはりここ7、8年の動きとしてはなかなかうまいこといかない。だからこそその谷を埋めるようなね、安い造成で、まあその建設費をケチって、そのまあ環境被害を起こしてしまったりとかですね、もしくはその台風で飛んじゃったとか、もしくはそのまあ雨で流れちゃった上にこう、まあ、漏電もあってね、補修が大変だとか、あと雪が降っちゃって、まあ、そのパネルを支えている、その、まあ、鉄の棒が曲がっちゃったとか、いろいろ起きるわけですよね。で、なんでこんな話をしてるかというと、その三浦清さんのそのトライベイキャピタルがですね、お金を出してソーラープロジェクトやるので、まあ、お金一緒に出してやりましょうよと言っても、その三浦さんの会社、あまりそういうその知見があって見えないんですよね。で、我々はそのあくまで土地の造成とか、その参拝とかでね、ご一緒している人たちが、その、まあ、盛り土をね、どうやって作ったら一番安全なのかとか、住民のに対してどういう説明をすればいいのかとか、あとその、まあ、下にこう防水シート敷いて、施工するやり方、最近そこに水が溜まるので、ちゃんとパイプを置きなさいよとか、そういう指導が自治体から入るようになってですね、そのあたりをちゃんと工事してくれる会社を、見繕っておかないとダメなんです。それ大体日本にね、こう、まあ、うまくやってくるところ15社、20社ぐらいしかないんですよね。で、そういった人たちが、その、トライベイキャピタルのやってるソーラープロジェクトってどうなんですかって聞いても、誰も知らないわけですよね。で、もう誰かしらそこら辺刺さってないといけないんですよ。で、さらにソーラーパネルのそのリサイクルとかリユースなんてのもそれは参拝の人たちなので、基本的にその、まあ、そっち絡みの人たちと、ある程度緊密な関係を持って立ち上げなきゃいけないソーラープロジェクトにおいて、三浦清さん、三浦瑠麗さんの旦那さんのね、名前を聞いたことがほとんどないっていうのはまあ現状なのかなというふうに思うんですよ。もちろんいろんなところでね、他の人を挟んでやってるってことあるかもしれないですよ。基本的に、ね、その、まあ、そういう関係事業者っていうのは、盛り土を起こすにあたって、まあ、参拝の一部混ぜるのとしてはマニフェストを入れなきゃいけないんですよね。で、そうなってくると、その、どの事業者がどこのゴミをどういうふうに粉砕して、どういうその無害化処理をした上で、盛り土にしたのかってことを全部こう、今は全部、トレースできるようになってるんですよ。で、そのトレースできる先にトライベイっていうのは、関係先に一社入ってないんですよね。なので、これ本当にお前らさ、ソーラープロジェクトやってんのかいみたいな話やっぱなるわけですよね。まあ、そこら辺はやっぱなかなかその我々関係も、そのソーラープロジェクトでなんか問題起きたって時に一番最初に当たる資料ってそこなんですよ。なので、これ本当にやってるとしたら、それはよっぽど我々の知らないね、何か別のテクノロジーがあってですね、もしくは謎の人脈があってですね、そこをこう迂回してお金だけ出してうまくやってるのかなと思ってたら、実はその、本元のその最初さんっていう、そのね、人からのそのお金の、事実の詐取ですよね。で、まあ、そこもその、まあ、シンジケート組んでやってたっていう話だったんで、まあ、我々からすると、シンジケート組んでやってるんだとしたら、その事業責任も含めて、もうちょっと名前出てこない方がいけないわけですよ。で、これは、もちろんそのね、別の会社さん立ててそのやるんだよみたいな話があったとしてもですね、最初からその言って、ソーラーパネル事業として存在してたかどうかも我々もよくわからんっていうのがまあ現状なんですよね。なので、今回のそのガサ入れ
れで10億円っていうのは、まあ、非常にピンとくる話で、その、まずこれからやろうとしていたことなのかもしれないんですけれども、その、お金を先に振り込ませて、で、それがそのプロジェクトの方にこう、お金が移るっていう時で、先に振り込んじゃったら、ここが使っちゃったらダメじゃないですか。で、これがそのトライベイだったんじゃないかっていう嫌疑があるのではないのかなというふうに思うわけですよ。で、これが、おそらく三浦清さんに対するその一番、今回のガサリに関するその問題だと。ただ、これは別件じゃないかとも言われてるんですよ。で、この別件とは何かっていう点で言うと、その、いわゆるソーラープロジェクトの詐称ってあくまでその、金を騙し取られた側が、刑事告訴をしましたと言って、それを受理した警察庁が、その、まあ、調べるとか、もしくは警察庁がその、特捜部を組んでね、そのガサ入れをするとか、そういうような話になってるわけなんですけども、ちょっと今回の件で言うと、まあ、非常に気になる話として、その、このトライベイっていう会社、三浦さんの会社自体が、その、まあ、非常にこう、問題のある、その、人物の関わりが深かったんじゃないかってことは、まあ、皆さんよく知ってるわけですよね。で、これは何なのかというと、その、まあ、行動会系のね、株組織でその名神会ってあるんですけれども、まあ、そこのその、この前、摘発されてしまった、その佐藤隆さんかなっていう方との、その、まあ、関わり合いが非常に深いっていうことは、まあ、常に知られていて、で、この知られてる内容に関しては、その、もちろんね、その単純にその、いや、それは、その人がさすがに暴力団のフロントとは知りませんでしたっていうことであれば、まあ、それはしょうがないねって話に、これからやめましょうねって話になると思うんですけども、かなり結構ガッツリテイクでいろんなことやってるらしいっていう話になるとですね、またちょっと話が違ってくると。で、ここら辺のその反社フロントのタッチがあるっていうのは、こう、まあ、皆さんからすると、そんな話はなかったと思いますけどねって、まあ、普通はこうね、言ってくださるものなんですが、あるジャーナリストから話を聞きに行ったときは、要は佐藤さんとは知り合いですし、仕事も一緒やってますよ。それは何か悪かったですかみたいなことを言ったわけですよね。まあ、それはさすがにね、その取材をする側と、あと、まあ、そのね、こう、まあ、いろんな問題をね、抱えてらっしゃるいろんな人たちの話し合いとしては、そう、さすがにどうなのよっていうね、不誠実とまでは言わないですけども、もうちょっと言いようあるんじゃないかっていうふうには、まあ、我々も思っとったっていうのは、まあ、現状かなと思います。なので、今回の件においては、その、佐藤隆さん経由して、寺の竹森陸さんですね、まあ、彼が、その、まあ、いろんな形で、その、まあ、まあ、相場障子をやって、うんぬんとかって言って、まあ、捕まったりしてましたけれども、本当にそれが適切な、そのね、捜査の過程で出てきた、その、犯罪行為だというふうに認定されてるかどうかは別としてですね、まあ、そういうつながりがあるんでしょうと。で、そうなってくると、そこら辺のね、寺だとか、その、まあ、面白いこうグループの人たちの話をやってた中身で言うと、その JC サービスとかですね、その、まあ、向こう側には、その当時、旧民主党時代に、環境大臣やってた細野豪志さんとかですね、さらにはその、まあ、その上に行ったその大樹総研ですね、まあ、そういったところの、まあ、問題がこうガバッと出てくると、まあ、矢島さんの話が出てきてするんじゃないかっていうのは、まあ、そこら辺の本線とするならば、今回は、その、周りの話っていうのは、所詮、別件なんじゃないかっていうふうに思う人たちも少なくないのかなというふうには思います。で、その別件かどうかっていうのは、今の段階では、我々もそのね、外からその検察の人にね、こう、まあ、もちろんそのね、まあ、なんか、まあ、なんかあると連絡取り合う関係の人たちであったとしてもですね、あの話どうなんですかっていうと、今進展中の話って大体教えてくれないわけですよ。なので、わからないんですけども、わからないなりに、こう、いろいろ周辺の話をこう、引いていくと、まあ、大樹総研とかね、ライズジャパンとかね、まあ、それこそ薗浦健太郎さんがその議員辞職したとか、その辺の話も含めて考えていくと、あの辺の政官財の人脈の中心にいる人たちの、まあ、いわゆるやらかしとかいうか、その、まあ、まあ、癒着というか、その、斡旋収賄というか、そういったものの仕組みに、検察側がメスを入れようとしているのかな、その一端として三浦さんの話が上がってきて、じゃあ、もう、刑事告訴も出てきたことだし、じゃあ、ガサ入れの一つもやってみようか、だって事実臭いしさ、みたいな話なんじゃないのかな、っていうのは、なんとなく思ってます。まあ、そこら辺は本当ね、蓋を開けてみないとわからないことですし、いや、蓋を開けてみたら、実は起訴もしませんでした、みたいなことは当然あるわけなんで、今の段階で三浦清さんがどうだってことは、一切言えないんですけど、ただ、ガサ入れをされたのが事実あるならば、そこの権利となっている、重要権詐取という、そのまあ刑事告訴の中身と、あとそれにまつわる民事裁判の流れみたいなものはしっかり追っていく必要があるのではないかなというふうには思います。最後に後半のね、三浦瑠麗さんの話をしたいんですけども、その取材でね、夫を支えますと言ってるんですよ。で、ここら辺非常に博打です。で、まあ、正直申し上げると、その、まあ、なんていうのかな、その、なんか、野田聖子さんもそうなんですけど、その、まあ、社会的な、体裁として、夫婦間の問題は、いわゆる一般のね、ビジネスだとか、その、名誉毀損だとか、そういったものとか、また別にして、そう、しっかりと、その、支えなって、夫婦をやっていくんだっていう方が、見え方が綺麗だっていうのは、あるのかもしれないですけど、そこで支え合ってとか言われてですね、実は反社タッチでしたってなると、三浦瑠麗さんは巻き込まれるわけですよね。で、まあ、そういう写真を持ってますみたいな人たちがたくさんやっぱりいるわけなんですよ。で、その写真持っても別にそれを単体でね、なんかメディアがドカンって書くぞなんてことはほぼないんですけども、ただ、しかし、ここでやっぱ問題になるのは、その彼女自身もやっぱりメディアに出る商売であり、しかも一時期は政府のね、菅さんのね、
政治系、あの政策系の委員だったんで、まあ、そういうふうに考えると、その身体検査どうやねんって話になるんですよ。で、まあ、あの趣味一貫してこの人ダメでしょうっていう人たちもやっぱりいるわけですよ。で、それは当然ね、こう、まあ、私も一緒に、あの、在籍してた東京大学政策ビジョン研究センター、今の未来政策センターですか、の、まあ、研究員やった時も藤原貴一さんとの関係どうだとかですね、まあ、いろんなことを、まあ、我々も聞かされていて、で、それをね、いちいちワーコル言ってもしょうがないから、それはそれでそのね、おとなしく見守ってましょうと言ってるうちにですね、まあ、メディアにおいてね、その政治についてきちんと語れる女性が少ないという理由で非常にこう、あの、まあ、重宝されてですね、いろんなメディアに出るようになったと。僕はこれはこれでいいと思うんですけども、ただ言ってることはめちゃくちゃで、まあ、徴兵制の話にしても、経済絡みにしても、今回のマスクに関することでもですね、まあまあ、まあ、ある人その適当なこと書いてるわけですよね。で、あの本当にこの人学識経験者なのって言われると、多分違うわけですよ。で、それ、あの学識経験者じゃないのに、国際政治学者であるということでですね、ものを、あの、まあ、世に出してしまった結果、その、まあ、面白い、その、まあ、旦那さんのね、やらかしなんてのも、こう、表沙汰になってですね、ガセレまであってですね、この夫婦悩んでんってやっぱなるわけですよ。で、そうなってくると、その、じゃあ今まで起用した人の責任ってどうなるのとか、もしくはそこでこう、身体検査なんでね、すり抜けてこんなになっちゃったのみたいなことになって、別の責任問題が発生するわけですね。これも、砂吉秀さんの問題なんですよ。で、あの、僕は、三浦瑠麗さんが砂吉秀さんになんかこうね、便宜を上がってくれなんて言ったとは、いう話は聞いたことはないんですけども、そういうものがもしあるんだとするならば、それはさすがに問題だろうと。で、それは、その太陽光ソーラーパネルってのは基本的に認可事業に近いものがあるのでですね、まあそこの、例えば有望の土地の取引であるとか、もしくはその浮いてるプロジェクトで問題になっているところとか、いわゆるしこってる案件ですね。まあそういったものに対して、安い値段でそれをその払い下げしてくれる事業者を探すときに、そのトライベイの三浦清さんという三浦瑠麗さんの旦那がいてみたいな話、もし話が持ちだったとするならば、それは、まあ利益共有になってしまうんじゃないかなというふうには思うわけですよね。で、そのあたりの、まあ、いろんなジレンマはあると思うんですよ。で、彼女も全然太陽光詳しくないんですよね。で、実際その彼女のこの過去のですね、6年ぐらいですか、あの太陽光に関するその話題とか、もしくは経済関係の話題とか全部掘り起こしてきて、まあ一つ一つね、あの書いてる文章も読んで、で、まあどういうあの考えの持ち主なのかっていうことはまあ見ていくわけなんですけども、あんまり大した、あの、彼女自身にはその知見はなく、ただその政治的な思いがあって、で、その思いを実現するためにその私は発言してるんだみたいなところは非常にこう買うので、まあ、そこは面白いのかなとは思ってるんですけどね。まあそこもここもまあいろんなプロセスがあると思うんですけども、やっぱりまあ見えてる話で言うと、そのまあ非常にやばいところまで来ちゃったんじゃないのかなというふうには思います。で、そのやばさも、まあなんていうのかな、そのなんでお前そんなやつをその政治に組み込ませたんだとか、なんでメディアで重宝したんだとかっていうところにこう逆流する話になってるので、彼女、あの三浦さん夫婦に限った話はなくなってしまうというところに非常にこう強い危惧を感じていますし、またそのね、あの著者として片棒担いちゃったのは文春も新潮もそうなので、まあ、これどうするのよというのは、まあ、個人的なね、あの、まあ、気持ちとして、その申し訳ないよ、ちょっと三浦さんに関してはやらせていただきますという話もしてですね、まあ、いろいろこう、まあ、指差し確認した経緯もやっぱあったにしたのでですね、結果的にこうなっちゃったんで、もうネタどこ勝負でね、もう、まあ、彼女たちがその、一回ね、表舞台消えて一回休みで、もう一回そのね、私はまだあの夜中に言いたいことがある、出来事があるんだって出てきていただくふうには僕はいいと思うんですけども、このまま強行でね、お父さんさえますと言われてですね、そうですかとはならないと。いうところはちょっとやっぱり考えていく必要があるのではないのかなというふうには思います。で、この辺はやっぱりその、ファクターだとか、ストイカだとか、アクセスジャーナルとか、いろんなところが、追いかけてきてはいたネタだったんですけども、やはりそのテラー大樹総研の絡みで関わっているものはやっぱり一通りもうみんなリストになって、その捜査関係者がおそらく持っているであろう資料もメディアも大体持っていると思うんですよね。だからそこら辺のところでその申し開きをするなり、そのそういったことはその先にね、先回りして関係を清算するなりしてればこういう問題にはならなかったんじゃないかな、それこそね、その消えるような方向に圧力がかかるってこともないかったんじゃないかなというふうには思いますね。まあそこら辺はその、立ち振る舞いとしてね、問題を軽視してね、これは乗り切れる問題だと三浦さんが思ったのかもしれないし、あと夫婦間のその関係が本当にどうなのかっていうのも僕らもよくわからないところがあるのでですね、まあそこら辺はちょっとね、別の取材をやってる人たちがいるので、細かくは申し訳ませんけども、そのあたりのところはやっぱりいろいろ考えていっていただければいいかなというふうに思いますね。まあなんて言うんでしょう、人間なんでね、やらかすこともあれば、そう凹む時もあって、事故った時にね、どう対応するのかが一番その人としての進化が問われるということをぜひ、念頭に置いて、そのね、皆様方においては行動されたらいいんじゃないかなというふうにね、一度は燃えたことのある私のなんていうんでしょう、こうアドバイスとしてね、捧げていきたいなというふうに思うんですけどね、面白おかしく見ていっていただければいいかなというふうに思います。はい、どうもありがとうございました。失礼します。